はい、狼の2回目ですね。やっていきまーす。楽しんで、いきましょう。頭突き。ああ、弾かれるんだね。ダメなやつにやったら。お。いや、橋はうなせてもさすがに星の皮を描くなんて、そんな大それたことをいくらなんでもできるはずがねえや。さあ、来ました。だほうでさっさっさと特に何も書かなくても塗りつぶせばいいのかな。こんな感じで。お。いいの？これでいいの？これでいいんだ。うん。さあ、今の筆技は一体誰の仕業だ？泳げてる、泳げてる。ここなんか色が違うけど。あ、ここはダメなんだ。私があれかな？書いてなかったところがあったからかな。おい、対岸到着ー。ええー、すごいねー。ボフン。さあ、宝箱も頭突きであげましょう。胃袋。胃袋はどんな食べ物でもどんどん飲み込む不思議な袋。満タンにしてやると持ち主を一度だけ死の淵から蘇らせるということで。ああ。蘇りがあるんだね。さあ、これぐらいかな？チュートリアルが終了しましたって感じかな。みかん。食べ物をどんどん胃袋に入れるんだ。桃。りんご。ほうほう、なんだい？特になんもないね。進んでいくんだね。ジャンプアターク！ジャンプアターク！この木に頭突きしようとしてもダメだね。当たんないね。弾かれちゃった。おー、なかなか綺麗な。すごいね。川の表現もこれなんだね。ナルトなんだ。ああ。あダメなのかい。ほんとに綺麗な感じだねー。イザナギの潜水。イザナギ？なんでそんな名前がこんなところに？お、なんだいなんだい？入れたよ。え、なにこれ何のマーク？何のマーク？絵を描くのかな？え、死んだ！あ、一定時間までしか入れないのね。そういうこと？ちょっと向こう側まで行けるかやってみようか。いけいけ、急げ急げ、急げ急げ。さあ、これなんか息のメーターかなんかなんかな。はい、戻れた。はい。おー。そういうことか。で、どこでも絵は描けるんだね。うん、いつもハテナになってるね。特に指示もないからさすがにいきなりなんかはないでしょう。うん。とりあえず溺れるんだ。死ぬんだね。中神玉。
太陽気1個分を回復する。チー神玉少し回復するよ。そもそも、お、スタート。スタートでこれ、装備品上が出てきた。髪飾り。出口、マップ。これは何だろう。今の進んでるところかな？ああ、なんかいろいろあるね。はい、頭突き。はい、頭突き。はい、頭突き。はい、灯籠にも頭突き。はい、灯籠。あ、なんか落ちてる。お。なんだ、胃袋もなんか満たしたのかな？あ、こっちにもあるわ。よし。さあ、では上がっていきましょう。いい絵だね、ほんとに。おっと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 、ちょっと待って、ちょっと待って、危なくない？危なくない？なんかこっちには特に何もないね。これ、サクっていかないのかな？先に壊せるとか。壊せないね。あー、入っちゃったや。入っちゃったや。多分真下だね、今ね。今真下は何もないんだね。サクッといかないんだ。おー、サクッとはいかないけど、当選簿はされちゃった。ここはもしかして、神話に出てくる幻の祠。イザナギ靴じゃねえか？ 100 年前、白い狼、白縫いを従えて、怪物退治をしたっていう、あの伝説の英雄、イザナギを祀った祠だよ。さっきから天の川といい、この祠といい、オイラたちはどこへ迷い込んじまったんだ？でもこりゃひどい荒れようだぜ。見るよ、剣なんかボロボロに崩れて。あれじゃ神様の加護もあったもんじゃねえや。ああ。祠でかいな。てか、石像がえらいでかいね。サクン。お？ちっと気になるよな。気になるね。絵で直せということですね。オッケー。回収したら、落ちんのかな？落ちはしないんだ。もう、それっぽい形になってるね。さあ、剣を直してあげましょう。ね、できたら、おっきな剣がいいよね。おっきな剣。おほほほほ、いいんだ。やっぱり今までの筆技は、お前の仕業だったんだな。あ、はめられたのね。そんな鋭い筆使いでできるんだ。お前一体。また空が輝き出したで。今度はあの星座の形は？ネズミ？ネズミ年？はい。まあ、この辺に星を描きましょうと。はい。ネズミ。ネズミかな、本当に。おー、かっけー。立ち神。おー、我らが地母。アマテラス狼。もののけはびこる深海で。我が身を隠せるのは、いにしえの英雄を祀る、このささやかな祠のみなりけり。万象の神たる、おもとをた、助けることこそ、我が務めとなれば、大魔の剣舞をもって、悪を払う大役、この立ち神に預けられよ。立ち神っていいや。何でも切り裂く筆技。一戦の神様だ。この野郎、それじゃお前まるで、英雄イザナギの共に怪物を退治した後落ちんで、13の筆技をこの世にばらまいたっていう狼、知らぬいみてえじゃねえか。そんなバカな、イザナビだ靴の、イザナビ靴だの、知らぬいだのは神話の中の話だぜ。ともかく、一戦の力は、オイラもまだ目にしたことがねえ。ほら、あそこにちょうどいい岩があるから、本当にお前が使いこなせるのか、見せてみな。岩にシュッと線を引きゃ、たちまち真っ二つにするっていう技よ。真っ二つ。
それが一線。違うだろ。剣筋みたいにスーッとまっすぐ引くんだろ。ツバメ返し。おい、分かってんのか？線だよ線。ぐいっとまっすぐ引きな男なら。あえての盾。わざとやってんな、このポンコツ。はい。すいません。わざとです。要は、兄、横線をまっすぐ引けって言っても話が進まねえだろ。しゃーなしっすよー。あえて抵抗の右から左。そこは効くんだね。おみそれしたぜ、ケムクジャラ。その鋭い筆運び。おいらの遠く呼ぶところじゃねえや。思い上がりも肌肌しいったこのことだったぜ。なあ、ケムクジャラ。いや、この甘子、おいら決めたぜ。お前は13の筆を使いこなしたあの知らぬいの生まれ変わりだろ。おいら、その筆技を全部盗んで一人前の意志になるまで、お前について離れねえ。へえ、無駄だ無駄。おいらは一度しがみついたら何をされても絶対離れねえのよ。ダニだね、本当にね。それより甘子はその一線がありゃ、さっきの姉ちゃんが言ってたあれを切り落とせるんじゃねえか。さあ、戻ろうぜ。流れ惜しいけど、まずは村だ。あえての縦線。やっぱし、横からの、もう一線横。はい、どうだ。ダメなのね。こうじゃないとダメなのね。ザン。危ねえな、結構。ちょっと楽しくなってるけど、これありなのかな。ありなんだよね。あ、2個はやっぱダメなんで、ね、1回さーで、うん、ほい。あ、距離感はなんかあるんだね。いやー、すげー。どういう仕組みなんだろう、これ。おー。で、大事なものは切れませんよ、と。岩切れる。岩は切れる。あー、すげーなー。お？え？お？なんだよ、急に現れやがって。とにかく説明は後回しだ。あ、お前、大層な神器を身につけてんだから、その神器を、X で操って奴を退治しまいな。え、どういうこと？ X で操って？ X。ほう。見ろ、甘子。やられてるよ。やろう気が緩んで、容器を うせたせいか、体ごと白黒させてしまってら。ああなったらどんな厄介な相手でも筆技の餌食にできるはずだ。さあ筆を取って一戦でも持ち込んでやるんじゃねえか。あ、一戦このタイミングは、あれなんだね。時間が止まるんだ。あえて元気な方に攻撃すると死ぬんかい。え、死なねえのかい。どっちだい。で、ひるんだ隙にサクッとやると、ああ、切れた。ジャーンプのアタック。あれ？ジャーンプ、アタック。で、自ら線をスパーン。かっけー。妖怪牙を手に入れた。妖怪の縁起が込められた牙。まがまがしきも美しい容器。おー。300両もらったよと。なんだろう、戦闘にランクみたいなのがあんのかな。綺麗に倒せたらうまくいくとかあんのかな。でっかい岩は切れませんよと。しゃあねえな。で、立てた橋もあえて切り落とそうと思うと切れませんよと。でもすごいね。これはすごいな。へえ。どういう木が切れるとかあんのかな。あと、この木切ってみて思ったけど、この木実はもうペラペラなんだね。チャクーン。あれ？切れない。ボヨーンって言ってるけど。ほら、ペラペラ、この木。なんでボヨーンなんだろうね。待って、今、
何今のスワーンっていうの。再現ができない。あ、泣いてる。B で泣いてる。なんだろう。なんだろうね。キー切ったらなんかいいことあんのかな。勝手にジャンプした。気になるな。おお、また出てきたよ。はい、カシューン、カシューンで、二人一遍まとめて、咲くんは？おー、いったー。綺麗にいったよ。綺麗に倒したら？薄すみ、うぶすみ。筆調べに必要な、神なる墨。その場で、墨瓢箪が一つ回復する。あ、墨限度あんのこれ。アホみたいに使ってたらダメなんだ。多分この左上のゲージだよね。墨の量が。あれ？墨の量があるのか、限度が。減んのかな？減ってる？減ってる？減ってないよね。一筆書き、一筆書き。減ってないね。いや、この天衣門っぽいのもサクッと一線。ダメだね。まあ、戻ろう。よいしょー！あれ？距離感間違えた。はい、というわけで今日はこんな感じで、また続きやっていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。噛むのはデフォルトです。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。またね。